今日は女性がこれからの時代に社会で活躍していくために大事なことについて、私が思うことをお話ししたいと思います。こんにちは、ナチュラルブランディングの村本彩です。私には2人の子供がいて、子育てをしながら仕事もしているというような生活をしていますが、そんな風に今は出産して子供がいても働く女性っていうのもかなり増えてきましたよね。なんですが、やっぱりこれからの時代に女性がさらに社会で活躍していくためには、なんかこう新しい頑張り方みたいなものが必要なのかなというふうに思っているので、今日はそれについてお話ししたいと思います。今は働き方改革とかも進んで、すごく、女性も、あとは育児休職だったりとか、そういう制度も整って、出産しても子供を産んでも会社だったりでも働きやすくなってきてると思うんですね。で、私は子供の頃から、あなたが大人になった時には女性も子供を産んでも働く時代だっていうことを母から言われてたのがすごく記憶に残っているので、自分が子供を産んでも家庭に入るというよりは産んでも働き続けるというのが、なんかこう大人になった時の自分の未来像として、当たり前のようにこうイメージしていたっていうのがあったので、働くっていうことに対して迷うことはなかったんですけれども、ただその働き方、頑張り方っていうのがやっぱりこう男性的だったなっていうことをすごく思います。で、出産とか育児、もちろん制度は整っていて、復職したりはできるんですけれども、でもやっぱりこうブランクがありますよね。出産だったりの1年とか、そのブランクをこういかにこう埋めるかみたいな形で、じゃあそのブランクを埋めるためにはもっと頑張らなきゃいけないみたいな形で、すごく、頑張ってた、男性よりももっと頑張らなきゃいけないっていう風に思ってた時期が長かったなという風に思います。で、今はね、労働人口が減ってるから女性もそもそも社会に出ないと、日本がダメだとか、そういう話もありますが、そういう単純に労働人口が減ってるからとか、そういうことだけじゃなくて、女性が社会でこう働く意味ってなんだろうっていうことを最近こう思うんですけれども、やっぱり男性と女性って、その男だからとか女だからとか、そういうことじゃなくて、もともと生まれ持った、違いがやっぱりありますよね。男性の持ってる、ものと女性が持ってるもの、それってもう性差で、個性としてあるものなので、女性が男性的に頑張るとか、もうそういうことじゃなくて、女性が女性らしさを生かしながら、女性的な頑張り方をするっていうのが、なんかこれからの時代の新しい社会を作っていく、社会の貢献を増やしていく、そんな風になっていくんじゃないかなっていうのを最近強く思っています。で、それって何なのかっていうと、まだ私の中でもね、答えが出てるわけじゃないんですけど、やっぱり女性ってすごくこう評価の中で生きていくっていうことではなくて、もう子育てとかでもそうですけど、なんかお母さんの愛ってこう、なんですか、無償の愛というか無条件の愛みたいな形で、すごくね、安心感がありますよね。そういう形で、なんかこう男性社会ってすごくこうね、昇格とか、評価とか、そういうこう、なんでしょうね、指標がある中ですけれども、なんか女性ってそういう評価の中で生きるというよりは、そういうもの関係なく無償の愛で、どんな人も素晴らしいとか、みんな頑張ってるとか、そういうなんかこう包括する優しさみたいなものがあるんじゃないかなと思うんですね。なんかそういう、軸を新しく、社会に持っていって、誰もが、すごく価値がある人なんだっていうことを伝えていくときに、やっぱりその女性的な、視点っていうものが社会にも大事なんじゃないかなというようなことを、思っています。なので、女性が働くっていうときに、ワークライフバランスとかっていうと、結構こう家庭に
家庭用と仕事のバランスとか、どちらに重きを置くのかとか、なんかこう100あるうちの どれぐらいの割合でやるのかみたいな、そういう話になりがちかなというふうに思うんですけれども、なんかそういうことではなくって、どっちも大事で、どっちにも女性的な視点が必要っていうことなのかなというふうに思います。で、社会でも女性的なものがこう、女性的なものを生かしながら活躍できると、家庭でもすごくもともと本来持ってる女性的な、母性で、過ごすことができるんじゃないかなと思うので、すごくね、会社で私もバリバリ仕事してた時は男性的な脳で仕事してるので、家に帰っても男性モードというか、そういうモードで、子育てとか子供に対してもなんか男性モードの脳で接しちゃうから、なんかすごくこううまくいかないみたいなことがあったんですけど、なんかもうそうじゃない、仕事も家庭でももともと持ってる女性的なものを生かしながらやっていく、そういうことがなんかこうこれから、ね、女性にも、求められていくのかなというふうに思ってます。まだそれってこうまだねこう実践がされてないと思うんですよね。あんまり形として見えてないので、まさに、まあ、私も今38ですけれども、なんか私たちの世代がこれから、の女性の働き方みたいなものをこう新しいモデルとして作っていくものをこう担っているのかななんてことも思ったりするので、なんかそういうところを、一つこう模索しながら私も成長していけたらなということを、思っています。ということで、今日はなんか私のこう思いをつれづれなるままお話しさせていただきましたが、そんな感じで、時々、ね、なんかこう情報提供っていうことではだけではなく、私のこう日々思っていることだったり、そういうものも伝えていけたらいいなというふうに思います。なんかこの動画も少しでも役に立ったなと思ったら、下のいいねボタン押していただけるととても嬉しいです。また引き続き、まあ、私のこういうものな世の中の、捉え方だったり、ものの見方だったり、それから、マーケティングやブランディングにまつわることも YouTube のチャンネルで発信していきますので、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。